伊方町は、愛媛県の南洋地方、佐田岬崎半島に位置する町。四国電力伊方発電所があり、一時は四国の電力消費量のおよそ4割を供給していたが、全発電機が定期検査に入った2012年1月13日から送電を停止している。町の中心部港浦で撮影伊方町急町地区。 三気港と三崎市街地伊方町の全体図町内全体が、佐田三崎半島の基部から先端にかけての地域であり、全体が細長い形をしている。両線が半島の背骨のごとく伸び、半島の両側に急速に海に落ち込む地形をしており、大規模な河川はなく、平地はわずかであるために、穏やかな傾斜地に集落とみかんなどの工作地が集中している。 半島の北側は瀬戸内海に、南側は宇和海に面している。町内では天気が良好な時は本州の中国山地及び九州の九州山地を望むことができる。遮る山岳がないため風が強く風力発電が行われており、半島の両線には風車が林立している。6箇所58機。 出力は6 7 7 0 0ットである。また、上海川の潮星、川の浜地区には、若干の砂浜が見られ、海水浴場となっている。それがゆえに、台風の影響を受けやすい場所である。人口は1955年3月31日の、旧、伊方町合併ページは1万人を超えていたが、 山間部かつ居住可能な場所が少ないため、大規模な宅地開発は行われなかった。2005年4月1日の周辺山頂を合併した、新、伊方町誕生後は再び1万人を超え、約1万2000人となったが、その後9000人強に減少している。平成29年3月31日付で、原発立地自治体としては、珍しい過疎地域に指定された。 愛媛県の西側に位置し、三方海で囲まれた風の影響を受けやすい海洋性気候である。年間の平均気温は約摂氏16度であり、黒潮の影響を受ける南側の上海側と、その影響が少ない与那田側とは摂氏1度ほどの差がある。全体的に太平洋の黒潮のために平均に換算すると、年中温暖な気候であるが、夏場は、 摂氏30度を超える日があり、冬場は氷点下になり、積雪が記録されている。夏場に台風、豪雨による災害が起きることがある。1943年7月に上陸した台風、枕崎台風、デラ台風などの災害が過去に起きている。冬場は温暖で降雪はあまり観測されないが、豪雪による災害が起きたこともある。 1961年12月29日から翌年の1月4日まで雪が降り続いた際は、東場最新積雪である52センチメートルを記録した。その時、交通手段は12月31日から1月2日まで遮断された。また、 1963年1月21日の38号雪時にも雪の影響を受け、20センチメートル以上の積雪が記録され、学校などの公共機関が臨時休業した。旧伊方村、町見村の時期の歴史については、それぞれの村の記事を参照のこと。また、瀬戸町、三崎町の地域の歴史についても、それぞれの町の記事を参照のこと。 新町での町長イカタ原子力発電所、農林水産業電力業瀬戸ウィンドヒル発電所、工場、事業所を置く、主要企業減存する、学校高等学校中学校小学校を廃止された、学校旧三崎町、瀬戸町時代のものは、それぞれの町の記事を参照のこと食文化方言3、気候フェリーターミナル町内に、鉄道路線はない。最寄り駅は、 隣の八幡浜市にある JR 予算線八幡浜駅となる瀬戸町大久野シャンシャン踊り三崎町のお伊勢踊り法能三崎の秋祭り名所旧石祭りイベント産物ありがとうございます